歯の矯正報告のまき。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、サチ君がお休みなので僕が一人でちょっと話していこうかなと思ってます。今日話す内容はですね、僕が歯の矯正ブレスをつけてからちょうど1ヶ月ぐらい経つので、その報告してみたいなと思います。はい、そうですね、まあ皆さん想像している通り、歯の矯正というものはすごく値段が高かったです。高いです。そうですね、僕3月ぐらいから歯の矯正をスタートしたんですけども、ブレスをつけるまでの過程って結構長かったんですよね。3ヶ月ぐらいかかりました。まず歯医者さん行って、歯の矯正をしたいですと伝えた後、お金を払ったのかな、お金を払って、でそこから、このブレスを予約しなきゃいけないんですよ。ハンドメイドで作るらしいので、でそこで5週間ぐらいかかるので、その待ってる間に、邪魔な歯を抜いたりとかして準備していきます。歯医者さん行って、ブレスもつけました。それがだいたい1ヶ月前なんですけども、その時にこういったものをいただきました。お手紙、あと歯ブラシと、トゥースペーストですね、なんか歯磨き粉ですか、歯磨き粉をいただきました。でこれもいただいたんですけども、この中にいろんなものが入ってます。これなんか知ってますか？これね、こういうものなんですよ。これ超大事です。僕先週知ったばっかりです。これワックスって言って、歯の矯正の器具がこう結構出っ張ってるんですけど、その出っ張ってるところにこれを丸めてくっつけて傷つかないようにするものですね。これは結構こういう風に簡単に取れるんですけど、でこれを丸めて、こんな感じで丸めて、何か、そうすることによって口の中が傷だらけにならなくなります。はい、あと言い忘れたんですけども、硬いものとかピーナッツとか、まあガムとかチューインガムと、ハイチュウ、ハイチュウ、キャラメルですかね、キャラメルなどを食べるとたまに取れるんですよ、器具が、矯正の器具が。でやばいと思って、病院、歯医者さんに行って直してもらって、お金がかかるのかなってすごい心配だったんですけども、今まで2回この1ヶ月間の間に2回行ったんですけども、2回ともただでした。そこはすごく嬉しいサービスかなと思います。はい、じゃあ手紙開けてみましょうか。手紙、なんか可愛い犬の手紙入ってますけど、何でしょうかね、何ですかね、これ。こうなるんですか、僕もいつか、イエーイなったらいいな。あ、すごい、
れ映画のチケットっすよ。映画のチケット2枚入ってました。イエーイ、ラッキーラッキー。あ、いいっすね、サプライズですね。ちょっとサチ君と映画行こうかな。じゃあ、はい、それではちょっとビルの方映してみようかな、値段の方。はい、こちらがビルになります。領収書っていうんですかね、日本語で。とりあえず、合計金額が11,900ドルかかって、デポジットで900ドル払いました。で、ここから、オーダーして5週間かけて、歯の矯正の器具を作りました。で、これがプランですね。いろいろプランがあったんですけど、一番何でしょう、お財布に優しいプランを選ばせていただきました。しかし全然優しくないプランですね、お財布には。毎月 343.75 ドル、自動的に引かれていくプランです。これが32ヶ月間続きます。大変ですね。スタートしたのが2018年5月1日からです。5週間待ってる間に、他の歯医者さんにいろいろ歯の治療していかなきゃいけないんですね。虫歯があったりとか X-ray であったりとかですね。これはこの日は確か X-ray して歯を抜きますっていうなんか計画をしました、お医者さんの一人で。で、そうですね、6月に入ってから、歯ですね、歯を2本抜きましたね、この日に。で、600ドルかかりました。イカ水です、はっきり言ってイカ水です。で、また来て、また歯を2本抜きました。この日も530ドル、イカ使ったです。合計4本邪魔な歯を抜いて、歯の矯正に抜けて準備しましたとさ。まだかかってますね、お金。なんですかね、これ。とにかくいっぱい払います。はい、ということで、歯の矯正にかかるお金をちょっと調べてみましたが、1万4000ドルぐらいかかるということは、変わりませんでしたね、やっぱり。はい、なので、まあ1万4000ドルすごく高いですけども、それの価値に値するぐらいの自己投資なんじゃないかなと思って、楽しみに2、3年ぐらい気長に待ちながら行ってみたいと思います。はい、で、ここ僕ん家なんですけども、なんかポスターとか欲しいかなってちょっと撮影中思ってたんですよ、後ろあたりなので。ちょっとね、ゴソゴソしてるこんなポスターが出てきたんですよ。レベル28、なんだこれ、なんなんですかね。ちょっとどんな方が、演奏してるバンドかちょっと忘れちゃったんですけれども、まあもう10年前なんで確か行ったな、ここのライブ。楽しかったな。なんかいっぱいサイン書いてたな、誰かが、あのバンドメンバーたちがね。これはちなみにサイン付きではありませんね、残念ながらサインは載ってないですね。レベル28、とりあえず壁にでも貼ってみましょうかね。次回には貼っとくと思います。あとこれもなんかあったんすよ、開けずに。ほら、ここ開けると鳥山先生のこのね、サイン色紙みたいなやつが出てくるんですかね。ちょっと開けてみましょうか。いやー、僕のね、人生 70% ぐらいドラゴンボールなんですよ。それぐらい好きなんですよ、ドラゴンボールが。なので買ったんですかね。お、すごい、こんなものが入ってました。やばいですね、これも飾るっきゃないっす。で、
その下になんと、なんとなんとのなんなんと、うわ、この下にやばい、これ来た、はい、これこれはやばいね、これ飾ろう、ね、スーパーサイヤ人、そして私はスーパーラーメン4時、どれもいいって、これ漫画の一個ですか ね、今年の3月までドラゴンボールスーパーずっと見てましたけど、毎週欠かさず面白かったな、最終話は、うん、世界中で盛り上がったはず、まあ、そういうことで今日はこの辺にしておきたいなと思います。サチ君、なんか英語教室やるって言ってたんですけど、本当なんですかね、ちょっとプッシュしてみますから、よろしくお願いします、これからも。ということで、なんていうんですか、チャンネル登録と高評価をお願いします。よろしくお願いします。